こんにちは、ライムです。今回は SB プラプラゼクシオンイラストバージョン5回目確定、はい、こちらの性能解説していきたいと思います。まあ、来ましたね、青のリバース。なんか一周したような感じしますね。6月の末にダークロードの実装とともに青のリバースのマスターズヤノート実装されて、まあ、その後ね、順番に属性が続いて、月初、8月の月初に空陸帰り出て、でまた青のリバースに戻ってきたという感じなんで、まあ一周しましたね。約2ヶ月くらい、1ヶ月半か1ヶ月半ぐらいの期間で、うん。でこのゼクシオンについてですけど、まあ性能解説していきますが、まず前提条件としてね、来月もう5周年控えてるんで、うん、僕の解説聞いてね、素直にそのなんだろ、ピンとこなかった、性能がピンとこなかったなって人だったら全然スルーしちゃうのもありなんで、うん、来月が、まあ、5周年イベント来るってことを踏まえた上でちょっと性能解説聞いていただきたいなと思います。はい。でガチャ内容ですけど、まあいつもと変わんないですね。5回目伝承で神秘の魔石がおまけ、あとビップコインが10枚ずつもらえますよと、あと確定枠で専用覚醒メダル、その他キングダムは3メダルが各3枚もらえます。で、今回のゼクシオンについてですけど、アビリティに珍しい能力くっついてますね。相手が麻痺の状態だと技の威力をアップ。はい。で、これが現在販売中のスキル強化ボード B に入っているパラライズ&アタックエクセル 900% といったスキルをつければ確率で麻痺を付与、攻撃力ダメージにというコンボが成立するといった感じのアビリティになってます。で、このメダルに関してはガード貫通やガード無効がついていたりします。はい。まあ、この辺の説明は別にいらないと思うんで飛ばしますが、はい。ということでゼクシオンの実際のね、性能こんな感じになってます。まあ、ざっと読んでいくと、まず攻撃力が 49,654、 これはあれですね、今現行の水準マスターズヤノートが 49,000 だったんで高くなってる、ちょっとずつ高くなってる。で今 49,654 っていうのは多分ゼクシオンが一番高いんじゃないかな。ソラリック帰りよりも高い気がする。うん、めちゃめちゃだから、もうあれだね、来月はもう5万いくね、余裕でね、余裕でもう来月には5万いってることでしょ、このペースだと。でアビリティは全体攻撃、1ターンの間全メダルの攻撃力プラス8000、ギルド 220%、 相手が麻痺の状態だと技の威力がアップ、ガード貫通 35%、 6連続アタック、で消費ゲージが3、ギルド10、最低倍率 90.38 倍、からこれ麻痺になった時だね、麻痺になった時だと 156.95 倍という倍率が出ます。 1.5 倍以上なってるね、 1.6 倍ぐらいかな、これ多分計算してないけど。でスーパーバースト弱点特攻の闇のマジック属性全体攻撃、1ターンの間全メダルの攻撃力プラス12000、ギルド 320%、 ガード無効で最大倍率240倍ということになってます。まあ一見すると、まあ普通に強いです、めちゃめちゃ強い。まあ少なくとも先日ね、リバースメダルランキングっていう動画僕がアップしましたけど、青の、リバースメダルの中では、まあ、最強クラスになってくるのかなと。まあ、ちょっとゼアノートと悩ましいところではあるんだけど、まあ、使い方が違うね、全然ね。まあ、マスターゼアノートに関してはやっぱバフデバフが全開にくっついてるっていうところと、ゼクションに関してはそのバフデバフっていうところで見ると全くついてないんだよね。攻撃力プラスバフはまあ、ついてるんだけど、まあ、その他のバフデバフっていう面では全くついていないので、ちょっと使い方が変わってくるのかなというところです。なんで、マスターズやノートの方が優秀とか、ゼクションの方が優秀だよってことはないかな。だから、使い分けに、ね、結局なっちゃうんだけど、どっちも強いですっていう感じ。2トップって感じ。青のリバースの。はい。なんで、これを見てね、マスターズやノート引いた方が落胆する必要は別にないです。まあ、5回天井で、マスターズヤノートクラスのメダルが出てきたことに関しては、あれですけど、うん。まあ、そういうゲームなんで。そういうゲームなんで。はい。で、ゼクシオンのこのポイントとしては、やっぱりこの、麻痺の状態の時に技の威力がアップってところだよね。ここは見るべきだと思うんですけど、
基本的にその麻痺の状態、麻痺になるかってことなんで、そもそもが、そもそも敵が麻痺になるかってところなんだけど、パラライズ EX とかって条件があって、レベルが1から敵のレベルが1999の敵まで麻痺が起こると、発生するという条件がくっついているんで、基本このゲームの高難度って皆さんね、思い出してほしいんですけど、大体もうこの間の属性チャレンジだったらレベル4500、ビッグボーナスチャレンジだったらレベル5000で、その他、クリティカルイベントとか、高難度イベントだったらレベル6000なんだよね。なので基本イベントクエストでは麻痺状態自体にならない、敵がまず麻痺になることがないので、高難度ではまずこの 156.95 倍という倍率は出ません。ゼクシオンイラストバージョンのこの相手が麻痺の状態だと技の威力アップは、普通のクエストではまず意味ない、無意味な浴びないようになってるんで、これはね、特に初心者の方はね、勘違いしちゃうかもしれないんですけど、なんで基本高難度で使う場合、まあエネミーコロシアムとかも当然そうなんだけど、は基本 90.38 倍のメダルと考えていいです。常に無条件で 90.38 倍のメダルって感じで、わざわざなんでこんな相手がそんな普通のクエストじゃ使えないのにこんな効果つけてきてんのかっていうと、まあ PVP 用なんですよね。要するに PVP だとレベルという概念がそもそもないので、全然効きます、状態上全て効きます、毒も睡眠も麻痺も。でまあ分かりやすいようにね、このゼクシオンに関してはガード貫通 35% とかで、スーパーバーストにガード無効がくっついていたりするんで、もうこれは全てにおいて、あらゆる面においてもう PVP のために作られたメダルって感じなんだよね、要するに。うん、なんでまあ別に高難度で使えないかって言ったら別にそういうわけじゃないんだけどね、全然使えるとは思うんだけど、それでもまあどちらかといえばね、高難度よりかは PVP 向きの性能なのかなというところですね。うん、まあとはいえね、そのやっぱ限定的なんだよね、それでも PVP でもこの 156.95 倍が出る状況っていうのは麻痺にした状態だからね。なんで少なくとも自分がその麻痺にするためのデッキを組んでおかないといけないし、その上で相手が麻痺るかどうかも結局運ゲーなわけだよね。少なくともメダル1枚じゃ絶対麻痺らないから、1回麻痺にしたとしても相手には S 名があるからね、2回麻痺しないといけない。まあ2回状態以上か、どちらかというと2回状態以上にしないと、で2回目の攻撃は麻痺かにしておかないと、この効果が全く意味なくなってしまうんだよね。なので相当限られてくる状況としては、 PVP で、まあ、状態以上使う好きな方も結構いると思うんだけど、僕個人のねお話しするとすれば、状態以上使うのってあんま好きじゃないんですよ。普通に火力で殴った脳筋スタイルの方が僕は好きなので、麻痺とか状態以上使ったのは本当初期だけだね、今全く使ってないんですけど、うん、なんでそこまでしないとこの 156.95 倍っていうのが出ないので、正直うーんっていう感じ。そのPVP ガチ勢とかね、本当に PVP に命かけてますって人だったら、まあ魅力的に映るかもしれないけど、PVP そこそこ勢、僕も結構そこそこなんですよ、割と。全然そこそこなんで、順位も別に、1000以内とか入ってればもう満足しちゃうんです、最近は。特にもう報酬が美味しいわけでもないからね。まあ豪華集とかだったら、ジュエルとかね、魔石とかかかってるから、まあそれなりにはやるけど、ジュエルに関しては7000以内に入れば別にもらえるからね。そういった意味で言えば、別にこのゼクシオンを麻痺にしてまでこのゼクシオンを使う必要は全くないんで、そこまでしなくても7000以内に入れちゃうから。うん、まあ逆に言うと、簡単にその7000以内とかに入りたいんだったら引いてもいいと思うけどね。普通にこの麻痺を抜きにしてもね、性能としてはもう最近のメダルのトップクラスの性能にはなってるんで、他のメダルでバフが補えればねいいと思うんですけど、うん、そんな感じですかね。なんか PVP 頑張りたい人向きの性能って感じ。高難度では、まあ、必ずしもこのゼクシオンが使いやすいかって言ったら別にそうでもないんで、やっぱ青のリバースっていうねところで、属性的には不遇なんだよね。属性的にはものすごく不遇な属性なんで、なかなか使えるキーブレードがない、かつ
例えばファンタジーノーツとかマジック属性で使おうと思っても、基本ねスピリット枠は何の属性でも入るんで、スピリット枠の運用かファンタジーノーツだったら、2枠目か2枠目が青のリバースだったと思うんだけど、そこぐらい置ける場所っていうとなので相当幅が狭いんだよね、使える場所がね。で他のキーブレード見てもモーグリオブグローリーだったら3枠目かで、フェアリースターだと2枠目みたいな微妙なんだよね配置が。例えばそれが5枠目とかさ、5枠目まあ4枠目ぐらいだったらあのメダルのね火力が乗ってくるところ結構美味しいところなんだけど、美味しいところだから結構重要な、ね、火力が出るメダル置きたい、アタッカー置きたいってなるけど、せっかくのねそのゼクシオン今の最新のメダルの中で攻撃力も高くて攻撃プラスバフもしっかりくっついてるいいメダルではあるんだけど、キーブレードに恵まれないんだよねこの属性がね。ってところで、まあ、ガチで使うんだとしたら、まあ、ダイヤモンドダスト運用の人が、まあ、ゼクシオン使うのかなっていう感じがあるんだけど、まあ、正直その、まあ、最初に言った通りね、マスターズエアノートとそこまで体質はないので、マスターズエアノートこの間引いた方にとってはわざわざこれねあのゼクシオン引きに行かなくても、ね、別に青のリバースこと足りてる人だったらね、マスターズエアノートでもうすでに足りてますって人だったらわざわざ引かなくてもいいのかなというところ。なので、まあ、PVP 用にはなってくるんだよね。そして、まあ、もう一個ね、あの青っていうところで不遇なところがやっぱあるんだよね。これあの PVP においてもマジック属性 100% 反射っていうねメダルがあるんで、あのこの間解説したあいつあいつソーサラか、ソーサラとかエルサとかね、その辺が持ってる、アビリティ内容でマジック属性 100% 反射があるんで、 PVP で自分が後攻だった場合、相手が先攻で反射を張られちゃったら、いくらこっちがゼクシオン使おうが、ね、ガード関数 35% ついてます、ガード向こうついてますってやっても全て跳ね返されるんだよねまあ属性変化とか使えば別だけど、属性変化とか使った特殊な場合を除きね、自分が高校でマジック属性だった場合は圧倒的不利なので、そういった場合だといくら強くても無駄なんだよね。なんでその PVP においてはマジック属性自体がもうすでに不遇なんだよね。もうこの属性マジック属性というだけでどんなに強くてももう不遇な枠に入っちゃってるんで、ちょっと使いにくい PVP においても、まあ、先行だったら強いけどね、先行だったら強いんでしょうけど、基本ガード貫通って 30% が基本で、バニタスだけ貫通 50% で 35% のメダルっていうのは初めてかな、何気にゼクシオンが。まあ 30% と 35% で 5% の差しかないんで、そのなんか劇的な差が生まれるかって言ったら別にそうではないと思うんだけど、うん、まあ明らかにその単純な確率論で言えば 35% の方がそれは期待値としては上なんだけどね。うん、まあそんな感じなんで、まあ、よほど PVP に力を入れてる人、あるいは青のリバースが不足してる方欲しいんですみたいな、私どうしても青のリバースが欲しいんです、あるいは私ゼクシオン大好き人間なのでって人だったらね引いてもいいと思うけど、それ以外だったらまあスルーだね。なんせ来月にはもう5周年記念イベント迫ってるからね。間違いなく言えるのが、まあ、来月出るメダルの方が絶対強いっていうね。来月新しい水準に 100% なってるんで、攻撃力5万2000ぐらいいくんじゃないのっていう。あ、そうだ。予想動画撮ろうって話をしてたんだ。撮れてねー。撮れてねー。ちょっと5周年予想動画撮りたいと思ってたんだ。また撮ろう、これは。ちょっと撮りたい。はい。まあ、そんな感じなので、うん。スルーしても全然大丈夫かなとは思う。一応これね、まあ、少しでも使いやすくしようとしたのか分かんないけど、全メダルの攻撃プラスバフはくっついてるんだけど、まあ、バフデバフがなかったりとかね、別に全属性有利がくっついてるわけでもないので、特別これがついてて全メダルの攻撃力プラスバフがくっついてるから、使いやすいとかっていうわけでは特になさそうかな。まあ、これ引けば、単純な攻撃プラスバフ要因として、すべてのキーブレート、すべてのメダルに対応できるってところは、まあ、ポイントはあるんだけど、そのためだけに採用するっていう状況があまりない、正直。それだったら別にこの間の帰り、
でもできるし、この間の回で弾いてる人の方が結構多いと思うんで、うん、どちらかといったら別にね、そのゲージとかも回復できるし、まあ、その他、もろもろ充実してる回で使った方が汎用性としてやっぱ高いよね。バフデバフに関してもそうだけど、うん、でところなんで、まあ、無理して引く性能ではないかなと。本当にだから僕の今 の解説聞いて気になった人は引いてもいいんじゃないかな。はい、そんな感じです。まあ、少なくとも来月についてはその予知者出ると思うけど、予知者全部ねアップライトのメダルなんで、リバースではないので、リバースメダルの手持ち手薄、本当に手薄なんですって人は考えてもいいかもしれないけどね。はい、そんな感じです。といったところで今回のここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。